様こんばんは。本日も絶好調、休みなしのドレミファ音符姫、ご両親のことちゃんとリスペクトし、先生をリスペクト敬う気持ち、先生との相性も、ピアノがとっても楽しくなるコツでもあります。正しい姿勢でちゃんと弾いてくれ、ちゃんと音記号も書いてみる、なんと素直で可愛い子供たち、ソナチネをお届けいたします。これを大切にするのもピアノ教室の役割です。先生も休みなしですが、
練習すれば必ず自信を持つことができ、ちゃんと正しい姿勢で、ちゃんと好きな曲をちゃんと弾いてくれます。生徒さんの持っている能力をちゃんと見つけて、褒めて、励ましてあげましょうね。それではまた明日も。良い子の皆さん、ちゃんと先生は素直で何でも話してくれる頑張る良い子たちを応援しております。それではまた。